仲間たちでドイツ語とかしててね、それからまあ名前をドイツ語にしてラウエルと、で今これを見せてるんですけど、まあその頃からもうラフワールド、こういう僕みたいなタイプの人は世界中にいるだろうと想定してラフワールド、じゃあみんな同じような匂いの人はみんなで遊ぼうって、なんかちょっと予測してたんですね。絶対僕だけじゃない、こういう人たちは他にいる。そしたらやっぱ筑波山にもいっぱいいた、ね、船橋湖にもいっぱいいた。ラフはラフないですか。いや基本的にはね、何でも部員は揃ってるんですよ。はっきり言ってもう世界のスポーツカーであって世界中で趣味としても、ね、遊ばれてる車なんで、すごく部品ははっきり言ってあります。ただこのエンジンの排気量に対してのキャブレーターが導電光電のノウハウがないんですよね。ダウンドラフトっていうポルシェのキャブレーターに対して排気量がちっちゃいもの、まあ2リッター 2.7 リッターとかのしかなかったものを 3.8 リッターとかに搭載するわけで、それに対してガソリンがどうしても追いつかなくてエンジン何回も壊したりしますし、やっぱ通路をねもう少し太くしたりとか、どの通路を太くするとかね、いろいろちょっと悩むことはあります。10年かかった。今オーバーフェンダーがね非常によくね皆さん使っていただいてるんで、そのオーバーフェンダーキットっていうのが結構あって、サスペンションもそれに伴ってアラコスタベースのケースを使わせてもらって、後ろに改造してアルミホイルワークさんからね。